はい、こんにちは。今日は佐賀大学の3次関数の最大最小に関する問題を紹介いたしますが、まず3次関数こんなのがあって、で P 定数 P は0と1の間の数で、で定義域0以上1以下における最大最小なんで、まあなんか狭い範囲での話なんですが、まあですからごく普通に、グラフの外形と、まあ、増減表から、まあ、P の値によって分類して、場合をすればいいのかなという問題です。まあ、f'x 微分して普通に 3x 次乗マイナス2括弧 3p プラス 2x プラス 8p と。でもこれが因数分解できないと大変なことになっちゃう、悲しいですが、まあ多分できるんでしょう。マイナス 6p マイナス4作りたいんだから、2p マイナスでマイナス4にすれば 8p でできると。じゃあイコール 3x マイナス4、x マイナス 2p と。で、極大極小を持つんですが、2p なんで、p が0から1の間だから最高でまあ2で、こっちは3分の4なんで、どっちが極小、どっちが極大、p の値によって入れ替わるんで、まあじゃあとりあえず3分の4の方が先に極大来ちゃえば、これ話簡単なんで、これで、原点通る3次関数で、で、3分の4で極大を持つ、要するに、3分の4の方が 2p よりちっちゃい場合は、こう来て、まあ、2p が、まあ、下行くかどうか分かりませんが、この場合はもう、定義域が0、1なんで、もう、最小、最大はもう簡単な話と。じゃとりあえずこの場合だけ話しちゃうと、p が、ですんで、でかい口開く3分の2の時は、もう、最大値は当然 F カッコ1。もうグラフから明らかの、1入れると、1引く 3P 引く2足す 8P なんで、5P 引く1。で、最小は、まあ、当然 F カッコ0の0と。で、じゃあ、あ、これ減ってすぎる。この極大値が 2P になる。まあ、p が3分の2より小さいときだと、いくつか場合を記しなきゃいけなくて、極大値が今度 2p になって、で、極小、まあこれがやはりプラスかマイナスかわかりませんが、こうなって、3分の4。そうすると今度は、x の定義域0から1なんで、0は1が、まあ0はこれです。1が 2p よりも左にあるのか。右にある場合でも F カッコ1が正なのか F カッコ1が負なのかによって、場合を記しなきゃいけないんで、じゃあ、P がなるべくちっちゃい方から考えると、1がこの辺にある場合とこの辺にある場合とこの辺にある、この3つのパターンで場合を記すると、まず丸1っていうのは、2P が1より小さい、 2P が1より小さくて、で F カッコ1が負になる。F カッコ1はもう計算したら、5P 引く1が負になる。すなわち、P が2分の1より小さくて、で、これは、5P が1だから、P が5分の1より小さい。すなわち、まあこれですね。P が5分の1より小さい。で、まあ一応0よりでかいんで、この範囲においては、最大値は、極大値になるんで、F カッコ 2P と。で、F カッコ 2P は計算すると、8P3 乗マイナス4312P3 乗マイナス、8P 次乗プラス 16P 次乗なんで、マイナス 4P3 乗プラス 8P 次乗と。で、最小値は、当然ちっちゃい方の、これ。最小値は F カッコ1の 5P 引く1と。じゃあ、この丸2として、2P が、1よりは小さくて、で、F カッコ1が正の場合。F カッコ1イコール、すなわち、5P 引く1が正の場合。これは、P が、2分の1より小さくて、で5分の1よりはでかいと。
この場合は最大値がやはり極大値なんで F カッコ 2P で、それはここ出したマイナス 4P3 乗プラス 8P 乗で、最小値は今度F カッコ1が正なんで、ここが最小値なんで F カッコ0の0と。じゃあ、この場合はもう、これと同じ結果になるんで。で、この場合っていうのは、2P が1よりでかいだから、P が2分の1より大きい。で、2分の1より大きい場合は、結果はこれと同じで、なんで、この場合は、まあ、ですから、結果的にはこの分量は必要なかったと。P が2分の1よりでかいときは、これと同じになるということになりますと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。